気持ちいいな、やっぱり磯は。全然当たらんわ。もう帰ろうか。マジか。イカちゃんこれ。まっちゃんがイカ釣るわけちゃうじゃん。おお。おお。ずーっと牛やったら、ああ、ちゃう。これはまっちゃん、エソか。エソかウツボでちゃんとエギを飲み込んでるから、俺はエギというかエサを飲み込んでるから、俺はウツボと見た。俺もウツボと見た。今度はウツボとした。まだ何も見えへんで。ああ、もうほんまやな、そこやな。あ、見えた見えた。まっちゃん、なんやあれ、なんか魚ちゃうか。タイ、こうでアイスフィッシュみたいな。え、なんかタイっぽいねんけど。ヒラメタイ。もうちょっと上げてみ。あ、ほらタイちゃう、やっぱり。しかもまあまあでかいで。こんだけ茹でて、なんか分からんけど、知らんけどやな、とりあえず。そんなこと言うたら、ちょっと丁寧に。そうやで、ほんま。丁寧になるのは知らんで。丁寧なり、マジ丁寧なり。なんか銀色の魚体に見えてんのか。うすま。とりあえず早く表面まで上げてよ。いや、今引き出してんねん、また表面見えたから。またでもあれ、アジ、アジがなんかイカっぽく食われてない。何これ、まっちゃん、これなんや。やっぱタイやな。あのさ、もうタイや、タイや、やっぱり。ほら、魚、完全に魚やわ。うわ、タもないわ。ちょっと待って、何やろ、何とかあげるから、あの、釣れたらいけないから、サクッとかできる。もうギャフ持ってこうか。ギャフでもいいんちゃう。なあ、ちょ、太陽ギャフでやるしかない。ギャフと言わさな。なこれはしゃあないわ。もうほんま俺らアホやわ。もう毎回魚釣るときに、ほら、タイやんか。うわ、でっか。まっちゃん、これでかい、でかい、でかい。これでかい。ちょっと頑張るわ。これでかいで。あの疲れさすわ、もうなんせ。こんなんギャフでいけるかな。もうなんせ疲れさせなしゃあないやろ。もしくはもう、あ、フィッシュグリップでいったろうか。いやいや、もう上げるの。上がらん上がらん、そんなん。こんなん、あの野営の仕掛けで、あの大きさは上がらんわ。もったいないわ。おう、そんなん S やったらもう適当にやってまうけど、もう俺のこのフィッシュグリップで直接ブラックバスみたいにやるしかないやろ。ありました。あ、ほんまですか。はい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 。あ、なるほど。タモ持ってないんですよ、タモ。ここら辺まで来てくれたらな、バッチンやんねんけどな。いや、下手にな、手前で。あ、もう逆で行ってもらおうか。やせん方がいい。逆の方がいいな。逆でもここまで上げてもらおう。一気に上げれるまでちょっと弱らせて。うん、少し。よっしゃー、でかっ。よっしゃー、逆でいったった。逆でこいつめっちゃでかいやんけ。60センチはあんで、軽く。あるな。うん、
おお、いや、あるあるある。こいつお前でっかいな。でっかいな。うわ、冷凍庫を打ち抜けてきたじゃん。おー、すげえすげえすげえ。やばい。ちょっと待って、これでっかい。やるなやるな、やえんやのに。お前、おんま素晴らしいな。やっちゃったな、これ。でかい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 。やるやるやる。よっしゃ。でっか。